也。言わずと知れたサーフからのヒラメのルアーフィッシングを切り開いてきたパイオニア。雑誌やテレビにも多数出演し、サーフでのルアーフィッシングの第一人者として不動の人気を集めている。サーフでのターゲットといえば真っ先にヒラメが挙げられるが、実はいろいろな魚が釣れる魅力あふれるフィールドという顔も持っている。今回はどんな魚が釣れるのだろう。大好評だった前作に引き続き、サーフ大作戦2始まり始まり。新島に到着しました。ここがね、ハブシウラっていうサーフなんですけど、全長6キロあるんですって。なんかね、まあ初めての光景ですね。じゃあ行きます。よっしゃよっしゃ。嘘でしょ。ベイトいるわやっぱ。おーしゃしゃ、おーしゃー、なんだこりゃ。カタクチでかっ。ほらサーフのあちこちにベイトのイワシが落ちている。おお来た。おーおーおーおお。釣れるサーフもこれ簡単に言ってしまうとですね、ベイトのいるサーフ、そしてですね、潮の流れがあるサーフですよね。こういったところはやっぱりよく釣れます。海岸線がですね、こうへこんでいる、あるいはこう出っ張ってる、そんなところがこうあるようなサーフっていうのは、地形の変化がこれ非常に大きいです。いいな、よし。おーしか、くた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 、サゴシポールで見ましたね。ロッドを倒してそのままこう引っ張る。お、来た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 。でまたこの着底1、2、お、当たる当たってる。これよし、あー、たたたたたた。お、来た。おーおーおーおお、これいいタイプだ。これなんだこれ。おお。じゃあ1投目はですね、どうしようかな。シマノのスピンドリフト行きます。行きます。さあ釣れろ。よっしゃ、来たよ来たよ。まだ連発しそうなんで頑張ります。はい、やだ、群れてますね。ふぅふぅ、おっしゃ、おお、爆上っす。大作戦1の静岡での爆釣をもしかしたら超えてるんじゃないでしょうかね。稲田を釣り飽きた堀田さん、さっきまでとは少し違ったアプローチをしているようだ。おっしゃ、頭振ってるな、頭振ってるね。